さんこんにちは、ノースアウェイズのポロモリちゃんでございます。エルサちゃんでございます。さあ本日はトラのダメージジーンズの制作風景をご覧いただきたいと思います。何を言ってるんだという方いらっしゃるかと思うんですけど、トラに穴を開けてもらったジーンズのことでございます。さあもちろんですね、何かあったらすぐ止められるような形で、行っております。万全の体制で行っております。ねえエルサちゃん、エルサの友達の、むしろ弟のティガーくんが頑張って作ってるんだもんね。はい、それでは行ってもらいましょう。どうぞ。トラのダメージジーンズの、作るポイントはですね、やはり半ズボンにまずしないこと、そして破きすぎて露出度の高いボロボロのジーンズにしないことですね。こうあまり破きすぎるっていうのは良くないので、控えめにかつ遊び心があるような感じで、気楽には息を合わせてやってもらってます。できました。ちょっとよだれでテロテロしてますけれども、世界にたった一つのオリジナルダメージジーンズトラ仕様でございます。しっかりと膝のところにいい穴が開いてますね。しかも反対側の足にもしっかりとバランスを見事取ったような穴の開き方してくれて、さすがです、ティガー君。後ろも数箇所開いてます。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。世界にたった一つのスペシャルジーンズ制作風景でした。もちろんですね、ティガー君の安全を考慮した上で行っております。さあこれをぜひ履いてる人を私は生で見てみたいです。ですのでご購入された方、ぜひ履いてノーサファリに来てくれた上でさらに教えてくださるとスタッフすっごく嬉しいです。待ってます。さあそれでは皆様の感想をお待ちしておりますので、感想そしてグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。森ちゃんでした。何エルサしょげてんの。エルサもダメージジーンズ作りたいのねえ、エルサちゃん。エルサちゃんはティガーのお姉ちゃんです。小さい頃からずっと一緒にいたお姉ちゃんです、ね、今でもお散歩の前にティガーに会いに行くんだもんね。で、二人で挨拶してからお散歩に行きます。
Thank you.